お願いします。お部屋にいるのは分かってるんですよ。なんてずうずうしいんだ、人を呼んでんのに。もしもし、浅見さん、浅見陽子さん、管理人の高です。何ですかこの匂い、シンナーですか？ F で洗う気圧油です。何のお話です？ちょっとお話があります、出てください。何のお話です？重要なお話です、お願いします。皆さん早く出てきてください。他の人もお願いします。あんた挨拶の回数が一番少ないですよ。頭おかしいんじゃないかお前。ちょっと待ってください、ここにいてください。さっき屋上で若い女性がレイプされたんです。こんなハレンチなことは今まで一度だってなかったことです。彼女は助かったんですよ。外から入ってきたんだろその女は。そうですよ。だったらおめえの責任じゃないか。管理人がブヤブヤするからこういうこと起こるんだ。そうだろう。私は晩ご飯食べてたんですよ。責任回避しないでください。責任回避だってめえでボケット飯食っといて、なんでその言い草は。何ですか、だってね、あんた自分勝手なの。あ、どうもご苦労さんです。いや、ちょっと部屋で話をね。クリスさん、どうぞ。いやー、この高さなら地平線の星も見られますな。真横にして飾れないんです。うん、いい部屋だね。カメラマンなんていくらしてんだな。とんでもないな、こんな部屋。一人暮らしには一人暮らしの楽しみがあるんでしょうな。私なんかね、一生の夢だね、この六本木でこんな部屋借りてさ。極楽だね。毎日いいことづくめじゃないの。さあ、あの、早く済ませてくださいよ。いや、一人はいいね。家族なんかもういいや、ほんと一人になりたいね。最高でしょう。この7階だけが賃貸になってるからかもしれませんが、この階にはまるで横の連絡がありません。あ、どこ行くんですか？ちょっとおトイレ。ここはホテルじゃないんです。普通の住宅です。お互い顔も知らない、挨拶もしないなんて絶対いいわけがありません。どんな緊急事態が起こるか分かりませんよ。その時になって慌てても遅いんです。もっとね、この7階に責任持ってもらいたいんですよ。もうちょっとね、人間の誠意を示してもらいたいんです。どうですか、週1回顔を合わすことできませんか？集会でもパーティーでもいいですよ。もっとね、お互い知り合ってくださいね。これは義務です。こういう共同生活では自分勝手な無責任は許されません。ちょっと管理人さん。え？お言葉を返すようで申し訳ないんですけど、何か勘違いなさってるんじゃありません？何ですか？だってあれでしょ、週1回集会を開けなんて入居条件には書いてなかったわ。だから私はね、人間の誠意を言ってるんですよ、誠意を。猿が何言ってんの。私はね、仕事が忙しくて毎週そんな集会には出られませんの。1週間に1時間やそこらの暇はあるでしょう。無理です。いつも夜はいるじゃありませんか。いませんよ私は。そういう思想はね、社会を乱しますよ。え、社会を乱す？あなた失礼しちゃうわよね。私はね、あなたと賃貸契約を結んでるんじゃないのよ。相手は東進不動産、あなたは管理人として雇われてるだけでしょ。私たちに命令する権利はないんじゃありません？そう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 、関係ないんだよね。大体お前ね。お前とは何ですか？いいじゃないか。何がいいんですか？いいからよく考えろ。こんなところへ部屋借りてんのは仕事でしょうがないからだろ。何もアホみたいに週一回介護持つためじゃねえやこのバカ。そんなことするんだったらこんなと借りないよ俺たちは。それにさ、お前週一回会って何話すんだよ。何にもねえじゃないか話すことなんか。それともあれか、一人住みの生年月日とかケツの穴調べてんのか。本当に嫌な野郎だなこの野郎。ほら見ろ、バカバカしいって笑ってるじゃないか。私はいいですけど、あの週1回ぐらいなら。まあ
こんなとこで話すのなんですから。どうですか、下のペアにでも行ってお茶でも飲みながら。